回は韓国のハモンドというところにあるジャンホーハンというところに、スケッチ油絵でスケッチをしてきました。でも今回そのジャンホーハンというところは結構色がエメラルドグリーンだったりとか緑、そのサイドの高い色だったんですよ。だからなんていうかな、この沖縄とかハワイだったりとかチェジュ島とかそういうようなすごくね鮮やかな色をした海を、見ることができました。ものすごく魅力のあるところだなと思いました。場所を決めるときに結構私いろいろ歩き回ってどこがいいのか結構悩んだ挙句決めるタイプなんですけども、3箇所いいところがあったんですね。最初は入り口のところにある岩のこう海の景色ですとか、あと2つ目はこうちょっと上に登ってってね、入り江になっているこういうところですよね。ここをなんか上から見下ろすことができるそのスポットと、であと3つ目はもうちょっと奥の方に行くとこう展望台からこう見下ろす景色スポット3つあったんですけど、私は2つ目のスポットを選びまして、チャンオーハンの波がこう打っている感じ、波打つ感じがあるじゃないですか。で右からこう左にすごくこう勢いよく波が打ち寄せてくるような感じが、なんかこう島の全体的な印象を表しているなというふうに思いまして、でそこでね1枚油絵のスケッチをしてきました。まあ、日本語で言うと風水ってやつですか、韓国語で言うと気運って言うんですけども、なんかこの場所に流れている、まあ、エネルギーみたいなもんですよね。そういうもん、印象っていうかがすごくとても明るくて、なんかこうそこにいるだけでこう気分が前向きになるようなそういう感じをしました。まあ、実際こう書くことによって私もどんどんこう元気になってくるというか、ぜひ皆さんもなんかこう時間があれば外でね絵を描いてみて、何かスケッチをしてみるっていうものをぜひおすすめいたします。Want to see that?